抑えます。8番の小林大輔が歌詞の牛を切り替えて金を迎えた。素早く藤木が攻めます。5番の藤木が三谷を下げて叩いていきます。出入りが速くなった。中部勢も動き出した。かましてくる吉田慎一。本戦の中部勢はかますか。5番の藤木の先行。ここはロングラッシュ。8番手から行き一気に吉田長距離砲。慎一もしっかりと食らいつく。本戦得点上位の中部勢、近畿勢が応戦する。足を収めて4番の畑が5番で牛を絡む。柏が絡めて7番森さんの並走事故もつれています。2番の柏は森さんに絡めた。3コーナーで畑が5番手をまくって乗り換えて7番森さん自力の下。さらに9番シッチ。4コーナーが直線。4番畑の5番手まくり乗り換えた7番の森沢ですが、4番7番9番あたりか。ジャンマイ及川が抑えて吉田はどうぞ。おっと3番と言いました。取りに来て3番。しかし潜り込んだら今度は4番柿沢。柿沢もしゃくりいった。5番車の吉田敏弘はどうする。関東勢に内側ちょっと抵抗されてかなり手がごちゃつき始めましたが、うまく吉田やはりここは勝ちにいった。3番外取りに行ったが後ろがもつれています。柏のところ4番の柿沢が粘っています。かなりもつれたが3番だと力任せ。吉田エイヤーとまくっていく。2番の狼は抵抗。その山を乗り越えた柏の後ろ3番でうまく今度は2番の岡部は乗り換えて8番手から鈴木宏が飛んでいく。千葉勢も猛烈にまくり上げ4コーナーから直線。5番の吉田先頭。1番の柏柏詰め寄りますが届かず。5番1番2番の上岡部が3着です。8番の山本ピッチがさらに上がった。打勝です。5番の小林たちが6番の萩原と6番テイソン内側から潜り込んだ。5番の小林はやはり先手を4番乗り換えました。一射下げて森沢まで。8番手が残念ながら狙いすました吉田敏弘。ロングスパートかましていく。長距離砲が雄たけびを上げる上げる。藤木が抵抗。その山を吉田が耐えているか。3番の柏は切り替える。1番の藤木7番の総勢候補戦もがけて番手まくり。藤木の番手まくり森沢足を溜めている。3コーラー藤木番手まくり。4番の三谷が乗っていく。あとは5番の小林切り替える。4コーナーから直線。1番藤木先頭。藤木番手まくり藤木番手まくり押し切った。あとは4番の三谷5番の小林あたりか。さあ後方あたりからどうでしょう。諸橋が一旦車を外に持ち出して吉田の番手か。5番の森沢が行きます。1番山崎7番斉藤俊信そして2番諸橋は吉田のまくりに期待をするのか。いやこのままどうでしょう。逃げていく格好か。いや森沢が行きます。もうかなり飛ばしています。踏んでいます。そして9番吉田はこのまままくりに構えていきそう。その番手が2番の諸橋とそして3番坂口が軽装のような状況になりました。さあ2人やり合って共倒れのような格好になってしまって、さあ9番吉田は後ろ髪立ち切って一気にまくっていった。さあここは東北勢を完全に飲み込んだ。あとは切り替え1番の山崎それから7番の斉藤と続く。そして後方からは8番の神山拓也も追い上げて現在3番手横あたりまで。さあ距離を縮めていく。じわじわじわっと1番山崎が迫ってまいりました。さあ9番の吉田を引き出し、さあ1番の山崎が完全にできた。あと迫るのは8番の神山でありますが振り切りました。山崎です。5番の村上が先行体制に入って志村には出る気配はなく中段あたり道を救うようなレースを見せるのか。志村いやこのまま中段です。それから3番の吉田が後方7番手。
さあ後方7番手からのまくりに構えました3番の吉田、早めに早めに攻勢に転じます。逃げるのは神奈川勢でありますけれども、まくっていった3番の吉田が現在2番手横あたりまであと1人。さあキャッチするか。さあ後方あたりは若干もつれて三谷は追えない状況になった。波乱があった7番三谷が落車、先頭は3番の吉田が完全にまくり切った。あとは切り替え2番の山田が追撃、それから後方8番の関根となっている。さあ先頭は3番の吉田が粘ったが、外からは2番の山田の強襲がありました。立つ武田を連れて自身がどういう成績を残すか楽しみな一戦であります。ライン3番手を固めるのは諸橋。さあ冷静を置いて、この人も怖い存在、吉田俊博。マークには5番の坂口、どうでしょう、まずは位置取りからということになりますか。この辺りはもう関東勢包囲網、吉田包囲網といったところです。一旦吉田が前に出ました。さあ8番吉田が叩きに来ますけれども、さあこのまま2番吉田俊弘は突っ張っていきそうな感じ。さあ合わせ切ろうという、さあ吉田俊弘でありますが、さあできれないか吉田拓也、ここは苦しい状況になりました。さあ2番の吉田が完全に合わせ切りますけれども、8番の吉田拓也はバンテの位置に、あとは5番の坂口が3番手、それから1番の武田、あと7番の諸橋、ラインの方は崩れました。まずはバンテ発進、8番の吉田が行きます、それから追っていく1番の武田、あとは後方から4番の山川が迫ってまいりました。さあ1番武田は苦しい状況になってしまった。さあ8番吉田拓也を今4番の山川が捉えました。4番の山川一着でゴール。あとは7番車8番車8番車7番車2着から上です。日野が上がってまいりました。四国期待の若手、初日のレースが悔やまれますが、ここも積極的に行くのかどうか。2日目から連日先行勝負、ラインでのワンツースリーを決めておりますが、6番日野ここも飛ばしていきそうな感じ。9番吉沢はここは中段確保か。2番加賀山も行きます。さあ加賀山それから日野、この2人の力比べになりますが、こうなってくると十分吉沢の出番が来そうな感じ。さあ2番の加賀山、ここは血が騒ぐんでしょうか、ガンとして引きません。6番の日野も突っ張っていきます。しかしながらここは南関東勢に軍配、そして9番の吉田の出番。さあ3番坂口を連れまして、ここはきっちり続く、それから5番山口、3人できれるかどうか、切り替えようという7番の山田浩二でありますが、さあ5番の山口大輝は阻まれてしまった。さあ3着争いが焦点になった。先頭は9番の吉田、番手から3番の坂口詰め寄って、さあゴール前は変わったか。後方が入れ替わりました。短期3番明日は切り替え6番手金を聞いて9番佐藤先頭、3番で車間を切ったのはこの辺り2番の吉田、地元戦5番根田隆は車を下げて7番手。さあ外からかましていきます、主導権取りに行く5番根田隆、気づいて2番吉田を踏み込んでいきます。3列重なった直線コース最終周回、さあドカンとかまして5番根田隆、この後ろ2番手2番吉田がはまったか。おーっと候補位置7番吉村、6番斉藤、2名落車競争7名、主導権取り5番根田、この2番手2番吉田が収まって1番内藤3番手3コーナーのカーブ。さあ主導権取り先行勝負5番根田、番手絶好の流れに変わったのは2番吉田、1番内藤3番手、前段4コーナーから直線コース5番根田先頭、番手追い込む2番の吉田、2番吉田俊弘が最後は捉えてゴリ、2番5番3着1番内藤。
4番鈴木が上昇、中段一旦落ち、5番新山に蓋をする動きか。前受け7番吉田、外並走から4番鈴木が上昇、前を抑えに行きます。鐘を聞いて前を抑えていく4番鈴木、7番吉田は車を下げました。後方を嫌って5番新山上昇、前を抑えていきます。5番新山先頭、さあ4番鈴木は車を下げていくところ、7番吉田後方、7番手外スパート、最終周回。さあ5番新山先頭もホームからかましていく7番吉田、一気に前段ねじ伏せていきます。追走1番山口、8番吉岡、西ライン先頭2番手3番手、叩かれ5番新山4番手、4番鈴木後方7番手、そのまくっていきます。バックは3コーナーで切って7番吉田先頭、マーク1番山口 Z 絶好流れ、8番吉岡3番手、4番手が5番新山が外追い込んでいきます。4コーナーから直線コース、7番吉田先頭、番手から1番山口、7番吉田敏弘振り切ったが大外、2番車芦澤大輔届いたか。誘導の白は2番佐藤、2番手に8番松岡、中大地4番手地元1番根田、一方6番中井は後方7番手。まずは6番中井がレースを動かしていくのか、外ゆっくり上がっていきます。6番中井が上昇、これに気づいて1番根田注文つけていきます。1番根田先に前と進めていくのか、鐘を聞いて依然2番佐藤先頭、2番手8番松岡、中段4番手1番根田、後方6番中井を警戒していきます。さあ踏み込んだ、地元1番根田主導権奪いに行きます。1番根田がかましていき、叩かれた2番佐藤、さあ2番で粘っていくのか、直線コース最終周回。さあ1番根田が主導権取り、マークイ7番内藤、この3番で9番足田収まっていき、4番手内2番佐藤、外5番吉田、4番手エソ、6番中井は交代。さあ1番根田が決勝戦先行勝負、マークイ7番内藤、後位3番では9番足田は、9番足沢が縦に踏んでいく、7番内藤がブロックしていきます。4コーナーから直線、1番根田先頭、番手追い込む7番内藤、外から9番足沢、9番足沢が最後は捉えたか。長沢中段1番吉田にあります。3周目2センター第4コーナー、まずは後方から長沢森沢の北日本の2人がアクションを起こします。さあ両選手がゆっくりと抑えます。どうやら前を取った近藤は抑えます。近藤は下げます。まずは長沢森沢北の2人が抑えまして、それに松岡合志の熊本コンビが切り替えます。下げた近藤は5番手、外に1番の吉田上げています。内側近藤の外を抑えました1番の吉田、前の方は北の2人、長沢武史と森沢太、熊本コンビは松岡隆久、郷島沙美、上から叩きます。吉田敏弘中段から合わせて9番の松岡隆久が、さあどうやら番手戦でしょうか。叩きました吉田敏弘、飛びつきました9番の松岡隆久、後方を下げた近藤隆二は8番手最終一コーナー、さあ番手をさばきました。松岡隆久追走、郷島沙美、熊本コンビが吉田にスイッチ、そして下げる5番林は交代、6番の伊藤が救い出した。そして北の2人、長沢森沢が6、7番手からまくって、8、9番手から近藤発生の難関勢が届くのか。先行吉田敏弘をさばきました松岡隆久、追走郷島沙美、さあ8番手から近藤隆二、外に上げましたが番手から松岡隆久、追走郷島沙美、外は8番長沢武史、2着は接戦です。伏見と北へ切り替えましたが、ゴールドに落車しました池田郎。さあどうやらまずは北の3番手様子見でしょうか。3周目から第4周回です。まずは後方から森沢明田の北の2人、広島池田郎が付け替えています。前から吉田湿地、そして伊藤、中部近畿は下げますが、アウトコースに2番小戸と八幡東の難関勢が持ち上げています。さあ今度は一旦前を切ります。4番森沢の前を切る、小野正義が前を切りました東龍之介、その後ろ5番佐々木紀之、難関を抑えまして池田亮はそれに切り替えました。
さあ上の方からかましてきました吉田敏のマークの湿地と塩がマークが離れました。さあ湿地のマークが今日も切れまして飛びついた2番小野がここは2番手をキープでしょうか。8番東龍之介難関勢が 2,3 番手もマークが離れています。5番の佐々木紀之は4番手を上げてインコース4番の森沢4枠2名中段は並走後ろから1番池田郎2センター4コーナー1区の鎌地先行9番吉田敏弘これは後続ぶち切りました。難関の2人小野が続くのか外から8番東名古屋4番の森沢 2,3 着は接戦です。ホームから一気に叩きました吉田のこれは会心のレースでしょうか。マークの湿地が今日も切れましてさあ前残り小野が粘ったのか東が伸びたのか中をついた4番の森沢この3名 2,3 着は接戦です。2日目吉田敏弘会心の先行を逃げ切りそしてどうやら8番東が伸びたんでしょうか。どうやら6枠2名で決まったんでしょうか。3着争いとなったのが2番小野と4番森沢ですがどうやら9番8番3着争いが4番2番接戦となっています。ここは審判放送までお待ちください。第5レース攻めとなった3番の深谷前は8番井野中段7番がまだ早くも3番の深谷智弘が抑えますが中段から天田祐希が共に上げます。前からペース上げる8番井野雄太中段がまだそして再び7番手3番の深谷されています。さあ深谷を警戒は7番がまだそして前の方から8番の井野外に膨れています。さあ深谷が7番手アウトそれを牽制する7番がまだ前の方は8番の井野どうやら井野がかけて中段から天田が叩くのか深谷智弘7番手からさあどうやら今日も負け勝負でしょうか。かけたのが8番井野雄太残り4着マークは林雄一武井大輔難関勢が取っています。そして北関東が天田祐希芦沢大輔中村潤深谷智弘吉田敏弘相手の2人は依然として 7,8 番手さあ2コーナーからまくる深谷がまくった深谷がまくる濡れたバンクまくるが意外と伸びないぞさあ深谷が伸びない2センター4コーナー逃げた井野かかっているマークの林武井そして中南からまた中をついた1番の芦沢大輔突っ込んできました。芦沢突っ込んだが林雄一芦沢大輔4番の武井大輔ゴールはこの3名でしょうか。7番手全く伸びなかった3番の深谷智弘です。飯野の先行もかかっていました番手から林そして中南中の方から1番芦沢そのインコースから4番武井ゴール体制は2番林1番芦沢2番1番3着通過4番武井でしょうか。吉本小岩4番1番8番短期9番柏野難関は鈴木中村内藤です。そしてチームの足り吉田と柴崎両選手が8、9番手から抑えます。松岡の外からまずは吉田が抑えましてさらに上の方から鈴木博士が叩きます。さあ松岡の方は今度は作っていきます。さあ松岡が作っていきます。どうやら松岡がここは裁くのかそれとも突っ張るのかまず抑えて流す鈴木博士をここは突っ張っていきます。松岡隆久が救っての先行です。マークは吉本だけにもさあ抑えました鈴木がもう一度抑えました。さあこうなったら吉田が8番手から行くのかどうやら難関がかけて九州は中段チームの足りは8、9番手残り400かけたのが鈴木博士同県の中村博士と内藤秀久九州トリオです。松岡隆久さん吉本拓司小岩大輔切れ目には9番柏野智則高校2名が吉田と柴崎4番手からまくさあ松岡がまく逃げた千葉の2人鈴木と中村まくまくる松岡です。そして吉本は3番手でアウトコースから8番手2番吉田中は8番小岩突っ込んできました。地元吉本拓司が白星で決めました。そして6番鈴木で粘ったんでしょうか。4日目吉本が白星で決めた選抜競争第4レース。そして鈴木よく粘っていました。松岡に乗った1番の吉本が最後は白星で決めています。そして鈴木がよく粘って3着争い外から2番吉田伸びたんでしょうか。
前は3番尾のインコースを2番吉田と並んでいます。後ろも7番諸橋とこのインコースを4番山口ですが、さてインコース2番吉田がじわっとバックを踏んでいきそうな感じ。抑えて3番尾の先頭、2番頭7番諸橋、コラウトを6番野田が上昇してレースは打者を迎えます。彼で叩いて6番の野田ですが、このアウトをさらに5番の桜井がスパート。さあ2番吉田は後方7番手まで引いています。4コーナーから直線コースへ向きました。前からグッドペースアップ、5番桜井の主導権、8番山田が2番手、6番野田が3番手、さあ7番手2番の吉田が踏み込んで最終回1コーナーから2コーナー、吉田がまくって現在4番手から3番手伺いますが、マーク4の山口が離れました。さあ短期でまくっていく2番吉田敏弘、後ろ追っていくのが3番小野正義で最終3コーナーから4コーナーです。サウトコースをまくって2番吉田、後ろから3番尾の、さらには7番諸橋直線コース、2番の吉田、3番尾の、7番諸橋が一気に抜け出して合流、7番3番です。上原から動いていきます。上原がすっと上昇、まずは2番手、前5番の吉田が若干突っ張りますが、ここは一旦引いていきそうだ。抑えて9番上原先頭、2番手3番諸橋、そして5番の吉田が引いていく。中段2番の黒田が切り替えていきます。レースは打者を迎えます。流して9番上原先頭、2番手3番諸橋めぐむ、4番山田が3番手、2番黒田が切り替えて中段、5番の吉田が後方7番手で4コーナーから直線コースへ向きました。さあ後方から5番吉田が一気に踏んでいく、前から9番上原ペースアップ、さあ先頭を逃げる9番の上原をアウトコースからまくっていく5番吉田敏弘、吉田がまくって現在2番手、これを張っていく3番諸橋ですが、アウトコース5番吉田がまくりきりそうだ。さあまくって5番吉田が先頭を変わっています。この2番手切り込んだ3番諸橋、さあ2番手混戦ですが、3番諸橋が2番手をさばいた、あと3番手が混戦になって4コーナーから直線、まくって5番吉田が先頭、後ろから3番諸橋、諸橋が追い込んで合流、あとは4番山田が突っ込んでいます。まずは後方9番野田が上昇して現在5番手から4番手、さらに前へと上げています。1番吉田が一旦すんなりと引いていきそうな感じ。前切って9番野田先頭、2番手3番にしようか、そしてコラウトを7番桜井が上昇、9番野田が引いていく、そして2番小野踏み込んでレースは打者を迎えます。彼を聞いて今度は2番野野がスパート。叩いて2番の小野先頭、2番手6番の山田ですが、さあ一旦引いた1番吉田が後方一気にかましていった。4コーナーから直線コースへ向きました。前突っ張っていく2番小野ですが、コラウトコースを1番吉田敏弘、さあ1番吉田が出切っていきますが、マーク4番有川が食い下がっていけるかどうか、2番手ちょっと離れている。最終回2コーナーからバック設置。さあ出切った1番吉田が先頭ですが、今度は7番桜井まくっていった。7番桜井が1番吉田を捕まえていけるかどうか。最終3コーナー、逃げる1番吉田、まくった7番の桜井が捕まえきって4コーナーから直線、さらにこのマーク5番諸橋が突っ込んできた。7番桜井、5番諸橋追い込んで終わり、5番7番接戦です。攻め取って6番の黒田純、現在6番手、昨年ダービー初出場ながら一次予選快勝を決めておりました。同県を3番の三宅達也は今回ダービー13年連続出場。さあ後方体育から2番車矢口圭一郎、残り2周半から動きます。こちらも近況は復調ムード。マーク4番の岡田誠洋とともに関東勢が早くも先端開いて4コーナー回っていきます。さあ残り2周、赤番のホームに向いて矢口圭一郎が一旦前段九州勢の動きを封じます。8番車坂本も簡単には下げません。すでに関東勢の後ろには6番車黒田純も追い上げています。地元コンビはこの流れで一旦後方に控える展開か。ジャンマイ2コーナー回ります。さあここで坂本健太郎、後ろに車を下げまして、この流れから6番車黒田どうやら前に上がります。その流れを生かして、さあ吉田敏弘が金の3コーナー一気にスパートします。さあ吉田が前にできっていく、中部の3人きれいにできりました。黒田純がこれを流して中段。さあ後方から坂本健太郎も巻き返しか。4コーナーから直線、
さあ地元とコンビがここは決意の先行勝負、追い上げた坂本健太郎がここに注文をつけて2番手アウト絡んでいきます。1コーナーから2コーナー、しかし山内拓也がしっかりと阻んだ。後ろから2番手矢口も早くもスパートしています。さあ先頭吉田敏郎、今度は矢口がまくる展開、最終バックを通過、矢口まくりますが2番手の外まで山内拓也がしっかりと睨みを利かしますが、その間を狙う6番の黒田純、4コーナーから直線です。さあ先頭を吉田が持つかどうか、番手山内が追い込んでくる、山内拓也差し切ってゴール、2着は1番の吉田か、あるいは9番坂口康介、食い下がっていました。静かな流れで4コーナーから直線に向きます。どうやら後ろ攻めから石井が先に動きました。千葉勢先端開いてレースは残り2周を切ります。中団に一つ挨拶を入れてさらに前を伺うか、3番車石井修司、これを吉本拓司が一旦流しました。さあ早くも誘導を切った石井修司、石井が一旦先行体制、しかしすかさず吉田敏郎追い上げました。吉田追い上げますが一旦緩めて中団の攻防だ。さあこのまま石井修司がかけます。石井修司が思い切った逃げを打つ。石井修司の逃げ展開になりましたが、吉田敏郎外並走の4番手、4コーナーから直線、吉本拓司がインに詰まる格好で最終周回。ここは奮起の逃げ勝負は石井修司ですが、今度は吉本拓司が3番手に潜り込んでいく。さあ3番手を吉本拓司がさばく展開、前が壁になった地元勢苦しい。2コーナーから向こう上面です。さあ3番手から吉本行きます。吉本のまくり、乗って1番の園田匠、最終バックを通過、抜け出したのは吉本拓司です。追っていく園田匠、あとは5番の桑原大志、西の3人抜け出しました。地元勢その後ろ、4コーナーから直線、吉本拓司、園田匠、吉本、園田、並んでゴール。最後は好勝負、福岡勢のワンツーです。中団の4番手ですが2センターどうやら関東勢動きます。天田裕樹が栃木勢を連れてまず中団の吉田敏郎を抑え込んでいきます。中団並走でレースは残り2周800を切ります。以前前は9番の菊池が構えて4番手を抑えた天田裕樹、中団の動きにくさび寄っていきます。うちの吉田敏郎簡単に引きません。関東と中部で少し中団がもつれる感じでしょうか。ジャンマイの2コーナーカーブです。中団必要に地元勢を抑える天田裕樹、ここでどうやらスパートしていきます。前で菊池継承を少し合わせながら前に踏んでいきますが、金が入ったところで天田裕樹3コーナー前を抑え切ります。菊池継承どうやら関東勢を前に出した。さあこのタイミングで吉田敏郎ホーム一気に巻き返すか。4コーナーから直線、ちょっと前がもつれた。インコースから菊池継承を救っていきますが、このタイミング地元トリオが一気にできるか。吉田敏郎一気にできりました。マーク近藤を足すとに、あとは7番の林直人、地元の3人抜け出しました。9番の菊池が4番手にはまって最終バック、今度は切り替えた芦澤大輔、追い上げて現在4番手、3コーナーカーブ、逃げる吉田敏弘、番手近藤達則、あとは林直人、地元勢4コーナーから直線。さあ先頭吉田敏弘、番手近藤ですが吉田粘って押し切ったか、食い下がって近藤達則、最後はさっと追い込んでまいりました。腰が上がった9番車小松崎太一、ここで上昇開始です。早くも縦1本崩れて4コーナー回ります。小松崎が動いて一旦中部勢を抑える。地元吉田が車を下げて中団後方位置取りが変わります。さあ残り2周切りました。2番の井上が正後方変わりません。中団4番手が9番の小松崎、後方7番手が8番の吉田敏弘。ジャンマイ2コーナー回って小松崎はさらに前に踏み込んだ。ジャンマイ2コーナー小松崎が叩いていきますが、吉田敏弘もためを作って一気にかます流れだ。
小松崎は緩めたところを吉田と白間髪入れずに一気に巻き返します。吉田が叩いて先行、さあ見せ場を作ります。吉田と白番手林直人に6番の北野まで抜け出しまして、これを受け流した小松崎太一が4番手で最終周回。さあここで一旦ペースを得るんだ。これを見て7番手から井上雅樹が巻き返す。さあ井上が渾身のロングスパート、1コーナーから2コーナー先頭吉田と白、しかし捉えにかかるのは井上雅樹。井上が高回転一気に前を捉え切ります。最終バックを通過して井上雅樹ができた。4番の柏野が2番手、7番の桑原、内1番の林、あとは9番の小松崎は外から猛追。4コーナーから直線、さあ先頭井上雅樹、好展開4番の柏野、柏野が突き抜けて合輪です。2着7番の桑原か、あるいは外から9番の小松崎。であります。その3番手4番の岡部芳幸は直前の平塚決勝進出です。残り2周半、早くも和田まくる動いた。福島両者小野と、さらには岡部を従えて3者でまず攻め上げて、4周4コーナー3番吉田敏弘内側下げて、一旦7番下げて9番の中川誠一郎が4番外から吉田を決めに行きます。ここはくしくも8位動き同期の対中段攻防戦。おーっと園田が絡まれている。吉田がここが園田分断にかかった。いや園田が来たくて、もう一度中川とドッキング中段で、ここ9周でドッキング脱勝です。8番の小林が切り替えた、切り替えた、おっとその後が潜り込んだ。8番の小林大輔が取り切る動きが九州勢が翻弄されて、原には8番手から吉田敏弘を追い得ます。本戦の九州勢がラインが崩れてかかっている。2番の和田まくるは得点は先行です。福島勢が中段、そして中段から吉田のまくりは坂口離れて、短期で吉田敏弘、前回の日韓対抗戦の決勝時あの流れ、いい流れで迫ってくる迫ってくる。4コーナーが直線、和田の先行、吉田敏弘まくり追い込みが届かない。2番3番、あとは7番4番3着どうか、和田まくる。車間を少し上げての7番手の勢い、4周1コーナー、まずは相川からアクションスタートです。6番藤井の横、4番手外並走にまずは持ち込んできました。バックあたりからじわりと4番車の相川どうするか、今は3番手の横あたり、6番藤井の動きを相当相川警戒しているようです。吉田敏郎、この予選から勝ち上がった若手自力から動きを冷静に見極め、4コーナーまずは4番の相川ラインを送り出して、残り2周7番手が6番の藤井が反撃、近畿勢が逆襲開始。かしここは7番の吉田敏郎動きを察知する。6番の藤井の動きをうまく牽制する。合わせて4番手譲りません。6番の藤井翔子と行き切れるか、外外振り回されるか。ここはもう6番車藤井が、これは完全に陣営だった。吉田敏郎は十分に4番、もうホームから行きます。行き着く間も一気に4番手ホームからまくる。4番の相川は慌てて切る。もう2コーナー横に並んでそのまままくっていきます。今度は5番の伊藤康美が8番7番手が自らまくる。伊藤は7番手が自らまくった。現在3番3番1番と2番手は1番2番3番と3番9番並走状況。4コーナーまた7番の吉田敏郎、吉田敏郎、吉田敏郎回収。あと2着9番車高原仁志、85キロ同期のマンツー。あと2番1番3着どうか。
初日の独占、自力3人はその独占の再戦、予選から勝ち上がった、まず6番黒田から動いていきます。残り2周半、黒田としてはまずは中段が取れるかどうか運命を分けます。4番池田亮と地元中国2社が動いて、この後ろに中川園田九州勢が乗ってきました。4コーナー回って左手赤間を迎えます。まずは6番黒田純は残り2周半、インを切ってスピードを少し上げます。これを3番の中川誠一郎がどうするか、中川誠一郎が叩きに行くか、黒田を抑えて3番の中川が2コーナー前に出、それをさらに9番和田枕がジャンで叩いた。決勝戦は和田枕先行だ。和田も先行、岡部が離れた、岡部離れた、九州勢が3、4番手、8番手から吉田敏弘、吉田敏弘特選同様、8番手から大竹、うまく3番手を空いたところうまく収まって、間半勢力切りまくっていく。吉田の快速まくりだ。ここは躊躇しません。和田の先行、1番の吉田が狙い澄まして、一気にこれは前段も届くか、並んだ。さらに中段から3番の中川がまくっていく。4コーナーから激しいまくりの勢い、1番の吉田、1番外から3番中川、ゴール1番7番どうか、吉田敏弘か。仕上がりに着を上げて決勝は V ゴールでありました。そして番手を丸1番の渡辺和成、北ラインの後輩白田に任せてしっかり人気に応えるか、そして後ろから早めに動いていきます2番の吉田敏弘です。さあ吉田ラインが上がっていって7番の箱田勇気を抑えます。8番の桐山慶太郎がどう出るか、2番吉田ラインの後ろへと切り替えていったようです。さあ箱田ライン3社は車を引いて7番手以降と変わりました。前段3番4番山田ラインはここは変わりません。さあ一旦下げていた7番の箱田勇気が動いていきます。2コーナーからバックストレッチ、さあレースは早くも動き、目まぐるしく2番の吉田敏弘先頭で鐘を聞きます。さあ引っ張られた7番の箱田勇気、そして3番の山田秀明は中段1は渡せない。7番の箱田をさばきにかかるが、さあ7番の箱田どうするか。7番の箱田を入れて1番の渡辺和成が現在7番手、最後尾は8番の桐山慶太郎です。逃げるのは2番の吉田敏弘、2コーナーからバックストレッチ、先まくりで3番の山田秀明、そして1番の渡辺和成がここは目標を捨てて後方からのまくりを放っていきます。3コーナーから2センター、まずは2番の吉田を3番の山田秀明が捉えて、1番の渡辺和成の仕掛けは届くかどうか、直線コース3番の山田秀明か、2着に4番車、どうやら山田ラインでのワンツー体制。第12レースは SQ 賞に特選です。車を進めていきまして、ここに乗っていくのは瀬戸内ライン。さあ4番車の服部勝久は早めに車を引いて3番手、前段は中部勢ですが、ここを叩いて瀬戸内勢、さらに関東勢も動いていきます。2コーナーからバックストレッチ、さあ関東勢に対して突っ張って6番の田中裕二、さあ7番の池田隼人はどうするか。中部連携が3、4番手、7番の池田は1番朝倉へ迎え入れられて5番手、そして熊本勢が候補8番手、さあホームから発進は7番の池田隼人です。逃げるは6番の田中裕二、3番の吉田も3番手から仕掛ける、2コーナーからバックストレッチ、さあ2番渡辺の牽制を乗り越えていきました。ちょっと5番の有賀が連結が外れているか、そして4番の服部勝久まくっていきます。3コーナーからセンター、7番の池田を交代、1番の朝倉切り替えるも4番手、直線コース入りました。3番の吉田敏郎まずは枠に切って、その後ろ2番の渡辺鉄を切り替えて3番、2番、3着は5番の有賀隆。大事レース SQ 準決勝戦の1組目です。中国ラインが動いていく、さあ足を使って
位置を求めてということになりますが、中国勢8番の石丸が前へ前へと上がっていきます。青番周回の3コーナーから2センターです。さあまずはこの中国勢に乗っていきます九州ラインです。2番の渡辺和成をアウトコース並んで誘導を下ろさせた8番の石丸、を切りました。さらにそこから赤番周回1番の山田秀明が抑えて前に出ます。入れ替わり立ち替わり、今度は中部ラインです。2コーナーからバックへかけて9番の吉田俊博が1番の山田を叩いたところで鐘が入りました。前段中部ライン、そして3番手から九州勢、6、7番手が中国ラインで後方即席ライン、2番7番4コーナー回っていきまして、逃げるのは9番の吉田俊博となりました。さあ最終周回、さあ猛烈なダッシュを繰り出してきた2番の渡辺和成、さあ7番の渡辺ですを追っていけるかどうか、そして1番の山田秀明、3番手少し車間があります。2番の渡辺和成、これが世界の明日、7番の渡辺哲はすでにちぎれている、合わせる1番の山田秀明だから3コーナー、さあまくりいけるか、ちょっと2番の渡辺和成勢いが止まっているかどうか、直線コース入りました。先頭は9番の吉田俊博、1番の山田秀明か、あるいは4番の越智か、あるいは9番の吉田か、9番の吉田右手が上がった、手応え感じたか、逃げ切ったか。第12レース S 級の決勝戦、後ろ4番小岩が追いかけて後方1、関東勢上昇でレースは残り800を通過、赤番を通過していきました。9番3番6番関東勢がまずは前の方を伺ってまいりまして、1番浅井を抑え込む形、8番鈴木が外側4番手まで上げていて、ジャン前2コーナーからバック、8番の鈴木博士が上昇開始でジャン、千葉勢が先陣を切った、4番の小岩が3番手に続いていく、9番の阿波田が4番手、1番浅井は7番手で一本棒、縦に長い展開で残り1周を通過していきました。さあ1番の浅井は早めのロングまくりで応戦していく、逃げる8番鈴木、番手マーク2番の小野が後ろをかかっている、後方から勢いよく豪快に1番浅井がまくってきて、4番手3番手ぐいぐいと車間を詰めてくる、3コーナーから4コーナー、まくる1番の浅井、7番手から前段を捉え切りました。1番浅井これは強い、5番の吉田が続いて直線コース、1番浅井まくり切って5番車、1番浅井に5番の吉田、西日本ワンツー決着。の状態から4番の松岡がまずは上がってまいります。赤の見える4コーナーをカーブ、4番の松岡健介の上昇、後ろを伺いながら外側4番車走っていきまして、7番の吉田俊博はじっと7番手後方に構えていきます。さあその7番の吉田俊博が外上がっていき、先に4番松岡が出て、3番の平原はすんなり引きます。7番手後方1から7番吉田俊博が上がっていって、ジャンの 3,4 コーナー中間叩いて出た7番の吉田、1番の浅井、続く5番の近藤、
中部で切って残り1周、3番の平原は7番手からまくっていきます。9番車のシビアなブロック、3番の平原止まった。3番の平原は現在7番手アウトコース、7番の吉田が軽快に逃げる、1番の浅井、続く5番の近藤と中部で切った状態から4番の松尾が追いかぶかけるんですが出ていきません。2センターから4コーナー、7番の吉田逃げる体勢から1番の浅井抜け出してきて5番車が続く。1番5番真ん中からは2番の桑原大志が伸びていました。先頭には3名ライン、2番の吉田に9番の大月、同期の2人、4番の江森が続く、6番土屋が長さを生かして前を抑えていきます。レースは雀周回を迎えていく。5番の松岡健介が乗り換えて6番1番3番8番の後ろから7番の浜田を追っていく。2番の吉田は包まれる状態で2コーナーを通過していく。雀が鳴るところ、さあ関東4車切り込んでいく。5番の松岡4番手アウト、弾いた8番の瀬島、5番の松岡弾かれました。4コーナーのカーブ、6番土屋が目位置で踏んでいく。残り1周関東4車できった状態で1コーナー過ぎていく。番手には1番の平原、3番芦沢、そして8番の瀬島、2番の吉田が渾身のまくり、5番手からまくっていく。番手まくりは1番の平原、2番の吉田に対応していく。3コーナーから2センター、2番の吉田がまくり切った。1番の平原が食いついて直線コース、2番の吉田先頭、あとは1番平原、3番車が続いて2番1番3番。当然の4番手を回っていきますのは5番の芦沢大輔、今回は2日目3日目と埼玉勢をマークしていきました。さあ早くも関東勢が上がりを見せてレース雀周回を迎えていきます。長いライン関東勢が先頭を伺ってまいりまして、9番の吉田はすんなり下げて6番手の位置、9番1番中部勢は6番手からの競争になりました。7番の稲垣、そして3番の吉本、短期の2人は8番手、ジャジャンが鳴った。3コーナーから2センター。さあ、前列は一本棒。4番の池田が風を切って4コーナーのカーブ。早めに6番手から9番の吉田が出ていく。残り1周を切った。さあ、2番手回り2番の平原が牽制しています。早めに2番の平原浩太が番手まくり。9番の吉田のまくり。3番手アウトコース、止まっています。2番の平原先頭、追って6番の藤田。3番手には5番の足田は続く。関東3名で切って、2センターから4コーナーカーブ。2番の平原先頭、平原先頭、あとは6番車、6番車、藤田が追い込みました。じわりじわりと上げてきそうな雰囲気です。三分線の形、人気かなり集中、中部勢前段でした。難関勢中段回って
8番の北鶴が後ろ攻めから定石通りまず抑える格好から様子を見ていきそうです。打賞周回の 1,2 コーナーで中部勢をかぶせる8番の北鶴、2コーナーバックで誘導員下ろして踏み上げる8番北鶴、そして9番吉田、展開対応はどうか。あとは2番小野正義、ジャンスギから飛び出します。2番小野正義主導権取りか、萩原内藤がこれを追っています。8番北鶴現在中段4番手ですが、ジャンの4コーナー7番手から9番車の吉田加速つけて反撃開始です。最終周回2番車小野が逃げるも9番車の吉田怒涛の反撃です。鋭くまくり返す中部勢、吉田先頭、ただ1番山内は阻まれて厳しい流れとなって7番萩原ともつれています。萩原現在は後位のところ、5番柴崎、1番山内、さらには2番の小野もつれている。西日本勢まだ後ろ、2車身リード9番吉田セーフティーリード、番手1番車の山内追い続けて第4コーナーから直線コース、3番手は混戦です。吉田順当勝ちでゴール、2着は1番山内拓也。6、7番手の南関勢と、それから後方8、9番手の東北、それぞれは同期でペアを作っています。800を通過、5番の姿、まず踏み上げて3番手の浅井に蓋をしながらの形になります。東北勢の上から南関勢、石井もかわしてきます。関東勢と中部近畿勢、出方はどうか。グランプリチャンピオンのユニフォームをまとって1番の浅井、じわっと3番手外に上がります。600を通過で 3,4 コーナー、2番の石井が地元の岡村を連れて逃げそうで、浅井は3番手外の勝負で、5番姿は3番手内壁の状況です。関東勢2人は8番手9番手の展開で400を通過、残り1周、2番の石井修司先行勝負となって、3番手外から1番の浅井、まだまだここはチャンス待ちです。関東勢6番の鈴木、8番手からまくった浅井はその後仕掛け切れるかどうかなんですが、微妙な形となった。 3,4 コーナー、石井と岡村前キープで難関勢、5番の姿は3番手内、関東勢襲いかかった浅井、危うしか直線コースに向いた、外から4番牛山か、内から9番岡村潤、9番の岡村、4番の牛山、両者の争い。ダービーの決勝に乗れてない5番神山ですが、全知全能スーパーキャリアを持ちます。神山が平原に託す形、残り2周半通過、3番平原が竹内の先行を警戒した感じで下ろしにかかりました。まず関東勢前段へ来まして、誘導残った状態、4コーナー手前、あとは4番中川も小刻みに足を使いながら攻める運びになりそうです。一旦中部勢は前受けから後方7番手に引いて赤番通過、 800m を切りました。前段関東勢、中段九州勢です。7番竹内は一旦7番手に退いて巻き返し待ち、ライン3つ、車検の人気はほぼ平均的に植えています。どのラインにも可能性十分、平原がちょっと踏んで7番竹内は7番手から巻き返し狙って、九州勢中段のうちですが、3番平原浩太先行含みでペースを上げていきます。向かい風のホームストレッチ、7番竹内巻き返し狙って中段速です。4番中川中段の内面になりました。関東勢主導権で平原前をキープです。上がってくる7番竹内、4番手外の状態が続いています。2番車の吉田のマークで中部勢、7番竹内バックで怒涛のまくりです。逃げる平原に番手神山仕事を見せる。8番の牛山3番手から2番手上がってきた。神山竹内は厳しくなりました。あとは3番手が混戦、第4コーナーから直線コースでロングスパートの3番平原から8番の牛山伸びてゴール。あとは2着争い、4番中川か2番吉田か。
今残り2周半の地点を通過です。あと 1000m。 静岡競輪場だからこその大歓声が吹いています。2番の深谷は2周半切って3コーナーから動いてきました。準決勝は赤番から強い先行を見せた2番の深谷をすんなり出すと愛知勢ペースですが、5番に行った前段のうちまだここは粘る感じになっています。今赤番通過残り800、愛知勢前段目指して5番に行ったは前段のうち絡んでいます。内からすくって抜け出すか、短期の選手は現在後方。5番に行った渡辺を連れて突っ張ってくる鐘を迎えます。勝負の鐘、愛知勢中段戻って深谷と吉田、そして深谷が再発進です。新田突っ張り切れるかどうか、短期の選手まだ後ろ、牛山稲川中が最高峰のところです。上がってくる深谷、強烈ダッシュです。2番の深谷が上がってくる、新田が突っ張り続ける最終周回です。5番新田が問答無用の突っ張り先行、渡辺ガチに2番手キープ、深谷一貫の終わり。4番中川一発飛び出した、外から一気にいった。7番吉田も仕掛けます、まくり合戦。4番中川短期でも強引にまくって3コーナー2車身リード、新田がいっぱいになった。7番の吉田、地元の渡辺4番手、6番の牛山その後になっています。九州の力、4番中川誠一郎短期先頭、堂々 G1 初 V 合流やりました。4番中川誠一郎、2着は7番吉田、地元の渡辺3着。マーク3番岩津雄介、その9番吉田敏弘が動きました。3周回目の2センターです。吉田敏弘、岩津雄介、9番3番、この2社が上がって、6番の山田久典の横まで上がりまして、山田は引きました。誘導員に後ろに一旦入った愛知の9番吉田敏弘、そして1番車の松坂洋平が車を上げてまいりました。難関勢が今度は上がって、吉田敏郎を抑えての第2コーナー、7番の新田も一旦行きかけたんですが車を下がって、今度は6番車の山田久典がジャンで先行体制です。8番の小林大輔2番手、7番の新田雄大現在3番手、外並走から仕掛ける第4コーナー、6番の山田久典が思い切り踏み込んでるんですが、ここは7番の新田が楽に先頭に立っていく。2番車の山崎義人、2番手、7番には福島勢が出ました。今度は9番車の吉田敏郎のまくり、吉田がまくる、7番車の新田が合わせ切れず2番手に下がりました。残り200を切ったの第3コーナー、吉田敏弘が先頭、1車身離れて7番の新田雄大、3番手2番の山崎義人で4コーナー待った。9番吉田敏弘先頭だ、吉田が先頭だ、山崎が追い込んだ。2番9番先頭は9番車山崎義人、2番車和田圭の東部勢、ここから動いたのは中部勢です。吉田敏弘が上がりました。さあここは3番の稲垣博之の横で一旦止まりました。今赤番を通過して1コーナーです。3番手で抑える5番の吉田敏弘、稲垣博之との並走、第2コーナーからバックストレッチに向かいまして5番の吉田が行きます。中部勢が先制していく。9番車の山崎義人は車を引きました。中部勢に乗っていくのは6番の小林大輔、3番稲垣博之は現在5番手の外2センター、5番の吉田敏弘がぐんぐんとペースを上げていきます。さあ今 400m を切ります。番手は1番の浅井光太、そして3番車の稲垣博之が早めに巻き返しを図る。現在2コーナーで3番手に上がった3番稲垣博之ですが、1番の浅井光太が引きつける。バックストレッチから今残り200を切って、1番の浅井光太が3番の稲垣を止めながら、さあ4コーナーに向かう。5番の吉田敏弘先頭、8番の山口徳義内にそば突っ込んでくる。さあ1番の浅井光太が今先頭で5連1番7番。
今赤番を通過します。山田洋平の動きに合わせて中段から2番の松坂洋平も上がります。ここは7番の吉田俊博も、さあここは2番の松坂を突っ張るのか、突っ張るように素振りを見せたような車を引きました7番の吉田俊博。そして向こう正面で6番の山田洋平が果敢に出ました。マークは3番の小川雄介、そして4番車の新秀明、中段4番で確保、2番の松坂洋平4番で絶好のポジションを確保している。7番の吉田俊博現在6番手、巻き返しを図ります。400を今切ったところで吉田俊博早めに行きます。1コーナーから2コーナー一気に九州勢を捉える勢いで上がる番手まくりは3番の小川雄介、7番の吉田俊博先頭、1番最高端2番手、3番小川雄介が現在3番手から2番手のインコース、さあ3番の小川雄介2番手で今の外1番最高端で4コーナー待った、7番の吉田俊博が先頭で帰ってくる、吉田俊博先頭、1番の最高端が追い込んでゴールインです。9番車千葉の近藤隆二、ここは短期ですが記念初制覇をつかみ取る脚力はもう備わっている9番の近藤隆二。3周回目の3コーナー動いたのは近畿勢、稲垣博之が上がっていきます。さあ東北座の横、2番の新田雄大の横まで上がった3番の稲垣博之、4コーナー余ってさあ9選手ルックアップ赤番を確認、打掌周回に入る。ここで今度は5番車の吉田俊博、中部勢が上がった1コーナーです。一旦引いた日田雄大、3番の稲垣も車下げて中段4番手、日田雄大は4番手のアウトコースに上がっていますが、さあここは5番の吉田俊博が早くもペースを上げていく体勢で、さあ鐘が鳴りました。日田雄大は一旦7番手に下がりました。中段キープは3番稲垣博之、4コーナー回っていく。さあ視界は開いた、前を向いた5番の吉田俊博、番手は1番の浅井光太、残り400の攻防に入った。1番の浅井光太月光の2番手、中段4番手は3番稲垣、さあ日田雄大まだ7番手で2コーナーからバックストレッチ、車間を切る浅井光太、先まくりは3番の稲垣博之が3番手に上がった。これを見て1番の浅井光太引きつける、内に潜り込んだ4番の南修司、4コーナー回った浅井光太先頭だ、浅井光太先頭、南修司が攻める、先頭は1番の浅井光太だ。そして外から9番近藤が突っ込んで内に4番南修司、飯野のラインは後ろ攻め、さあ上がっていく飯野が上昇していきました。1番の川村の外、ここで一旦緩めて、さあ川村に蓋していきます。飯野の後ろは飯島純、中村、飯島範之、中村純、さあ6番の飯野が上がっていって7番の吉田を叩きますが、吉田も踏んでいった、赤番周回に入って吉田中段を取ります。そして後方から上がってきたのが1番の川村浩二、さあ川村との中段並走になっていった7番の吉田ですが、アウトコースから1番川村上がっていってバックストレッチ、打掌で前を叩きました。さあジャンからかましていった1番の川村浩二、8番の友貞、5番の桑原、3番手ラインが抜け出して残り1周に入ります。川村浩二が逃げていく、8番友貞、5番の桑原、短期の7番吉田が上がっていく、7番吉田がまくっていく、3番の山内はついていけませんでした。まくっていった7番吉田がバックストレッチから3コーナーで先頭に変わりました。あっという間に後ろを突き放していく7番の吉田、これは強い。2番手1番の川村で4コーナー回った、先頭7番吉田、最後は一人旅ゴールイン、2着は8番の友貞。
が正攻法、3番手が9番吉田俊博、まずは8番手から飯野雄太が上がっていきます。飯野雄太、大月博則、北の2人が上昇していって、この後ろに近畿勢続くか、あるいは9番の吉田俊博か、まず出ていった福島勢や北の2人の後ろから7番の野原雅也上がっていって、赤番前から先手を取りました。さあ後ろを見ながらペースを握っていこうという7番の野原雅也です。2番手2番の松岡、8番の飯野が3番手になって、さあ5番手の位置から9番吉田が行った、吉田が行きました。前7番野原を叩いて、今日は先行していく9番の吉田俊博です。さあ吉田俊博、そしてこの後ろ1番桑原、5番の柏野、7番の野原はここは苦しくなって交代か。残り1周です。先行9番吉田俊博、2番手1番桑原大志、3番手5番の柏野とこのラインができました。そして4番手の位置は8番の飯野で、後ろから6番北鶴がまくってくる、北鶴まくってくる、3コーナーから2センター、これに対して1番桑原抵抗する、先行するのは9番の吉田だ、4コーナー回った、吉田先頭、外から北鶴、外から北鶴、さらには井上だ、井上か、動きはありません。吉田俊博の前受けに畠佐敏が中断、しかし2センターからまず松岡が動きます。近畿勢が先端を開いて4コーナーから直線、レースは残り2周、赤番の方面と入ります。中断を抑えながらさらに前に伺う8番の松岡健介、一旦吉田がこれに合わせる動きを見せます。さあ残り2周、1コーナーで誘導外れました。一旦松岡健介ペースを作ります。ゆっくりと下げて吉田俊博中断のうち、外に4番の畠がこれをかぶせ込んでいきます。さあかぶせながら4番車畠、さらに前に踏み込んだ、これで四国勢が一旦前を切りますが、スローな流れ、これを見切ったか吉田俊博、金の3コーナー追い上げます。さあ先頭4番の畠、吉田俊博ここで切り返してきました。さあちょっと中断もつれている。さあ吉田俊博どうでしょうか、この打つ瞬間に内から8番松岡健介、松岡がちょっとここが2番手に絡む動きを見せます。最終周回回って先頭4番の畠、しかし後方落車ありました。9番車香川落車転倒、2番手は2番の池田がキープ、8番松岡3番手、さあ吉田俊博まくります。さあ吉田短期でまくります。3番手2番手3番手合わせる松岡健介、しかしこの山を乗り越えました。吉田俊博強い、圧巻吉田俊博、4コーナーから直線一気に飲み込んだ吉田と白快勝です。2着切り替えた2番の池田の焼き、最後は8番松岡健介追い込んでの3着か。は7番手ですが、どうやら3コーナー動いていきそうです。さあゆっくりと前段の動きを見極めながら畠佐敏が上昇していきます。しかし誘導との車間を切った深谷、あるいは突っ張ってくるのか。4コーナー回って残り2周、赤番のホームです。さあ畠が踏み込むと同時に大深谷智弘突っ張ります。深谷が赤番から突っ張る構えだ。懸命に追い上げる畠佐敏、両者の主導権争いだ。さあ深谷が譲らないか、しかし畠佐敏も猛抵抗、どうやらここで畠が失速、深谷智弘突っ張り切りました。さあ地元勢の突っ張りかけだ。
切り替えた8番の小倉が4番手、その後もつれて6番の池田と9番姿がやり合っています。さあこのままペースをつかむ深谷智弘の逃げ、番手吉田俊博、近藤辰徳まで地元の3人、まだ中段がもつれているが、さあ今度は内から姿風道、小倉隆二に切り込んでいる。1コーナーから2コーナーカーブ、4番手攻防戦が続いています。先頭深谷、釈迦を切った吉田俊博のアシスト、3番の近藤3番手、さあ地元勢これは盤石の流れか。最終3コーナー、さああとは深谷が持つかどうかです。番手吉田俊博、あとは近藤辰徳、後ろからの追い上げはありません。4コーナーから直線、さあ粘る深谷、番手吉田俊博楽々抜け出してゴールインです。地元ワンツースリー見事決まりました。地元ワンツースリー最後は番手後転回吉田で、まず竹内動くのか。しかし九州勢これを制して4番の山田秀明上昇です。さあ山田が一旦福島勢を抑える感じで打掌前の攻防、1コーナーで一旦前を切った。ここを7番の竹内逃さずに一気に仕掛けます。ジャン前2コーナー、中部近畿3人すんなりと出て山田秀明中段をキープ。さあ縦1本の7番手から新田雄大という感じで、さあ金が入りました。7番の竹内がこのまま縦1本飛ばします。射程圏の4番手山田秀明、人気の新田雄大は後方の8番手で最終周回です。さあ竹内優作の逃げ、地元吉田に好展開か。2番の村上3番手、1コーナーから2コーナーカーブです。中段射程圏の山田秀明、まだ新田8番手です。2コーナーから向こう上面、先まくりは九州勢。さあ山田の先まくりだ、まだ新田8番手、番手5番の山田が合わせ、吉田が合わせ3コーナーカーブ混戦です。先頭竹内、番手から前に出る吉田、新田雄大なんと最後方、4コーナーから直線。さあ抜けたのは5番車吉田と白、吉田と白振り切ったか、外から8番車郡司浩平、ゴール前混戦、吉田と白か郡司浩平か。そして そろそろ勝負どころ、やはり残り2周半動きます。平原幸太が動いた。3番手2番手ゆっくり中部勢にプレッシャーをかける。これに浅井幸太どう合わせるんでしょうか。3コーナーから4コーナーを回ってまず平原を抑えるか。浅井幸太もまだ粘っていますが、前段並走から、さあ浅井幸太がどうやら番手を下げる。一旦前を切りました平原幸太。平原が前を切って一旦ペースを作る。レースは残り2周です。浅井幸太車を下げて現在3番手、そのうちで少し粘る形をとっています。新田雄大現在後方の8番手、スローな流れ、スローペースでジャン前2コーナーからバックです。さあ平原が後ろからの上がりを引きつけるような感じで打掌が入ります。浅井幸太3番手にこだわりを見せる。3番手4番手ここは中段がもつれます。さあ平原がこのままペースを上げるか。まだ新田雄大も後方に控えています。4コーナー回ってどうやら平原幸太決意の先行勝負。そして新田雄大追い上げていきます。先頭は平原幸太、番手諸橋恵、3番手は6番の郡司浩平。浅井幸太ちょっと番手が下がった。その間に新田雄大の反撃だ。さあ新田の猛チャージ、2コーナーからバック、先頭平原。しかし新田雄大快速まくり、一気に捉える。しかしその行為に切り替えて6番の郡司浩平が上がってくる。さあ先頭新田後続を振り切ったが、しかし差を詰める郡司浩平、4コーナー回った。しかし新田雄大だ、やはり新田雄大振り切って快勝だ。2着6番の郡司浩平、1番の浅井幸太3着、大きなガッツポーズ新田雄大。
伺っていきます。後方7番手1番軍事が上昇中段。さあ、インズマに警戒3番吉田車上げました。三者並走状態。さあ、大外1番軍事が逃げず抑えていき、左手赤番残り2周。短期8番小林乗って4番手下げて3番吉田5番手、9番原田は下げ切って後方8番手、前後体制変わっています。1番軍事が先頭波を作っていきますが、さあ中段5番手3番吉田かましていくのか。鐘を聞いて1番軍事が明治がけ、中段キープ3番吉田5番手19番原田は8番手。さあ先行体制1番軍事直線コース最終周回。さあ中段から3番吉田がアタック、3番手2番手前段接近、4番片寄がブロック、2コーナーからバック逃げる1番軍事。さあまくり接近は3番の吉田、2段ロケット4番片寄せ、おおまくり9番原田健太郎。さあ飲み込んだ飲み込んだ、4コーナーから直線9番原田が先頭だ、追っていく3番吉田、9番原田健太郎が先頭ゴリ、2着4番3番5番3者接戦。車を下げていくのかどうか。5番吉田車を下げました。4番伊藤が抑えて先頭下げて、5番吉田3番手、外9番藤田3番手並走状態、外並走9番藤田が上がっていきます。左手赤番残り2周、前抑えたのは9番藤田、4番伊藤下げて3番手、後方嫌って2番中村が上昇。さあ位を切っていくか、2番中村先頭、そして5番吉田がスパート先頭を取り返していきます。5番吉田のジャンガマシ、さあ楓駒吉田が先頭です。叩かれた2番中村4番手、9番藤田6番手、4番伊藤は8番手、直線コース最終周回。さあホーム一本棒、5番吉田が飛ばしていく、マーク1番ありが8番萩原、中部ライン先頭にまで3番手、中段4番手が2番中村がアタック、3番手2番手前段接近、3コーナーカーブ逃げる5番吉田。さあまくり接近2番中村、自らブロック5番吉田、4コーナーから直線5番吉田先頭、追い込む2番の中村、中割って1番有が外から7番車並んだ、5番7番1着接戦。もがきあって4番の中井が抑えました。9番軍事は車を下げて2番手1、外8番中村和馬さん2番手走。さあ4番中井先頭、2番手が競りとなっていくのか、9番軍事インコース、外は8番中村和馬さん、ホームに戻ってまだ赤番残り2周。さあ4番中井先頭後方警戒していきます。さあ番手絡んでいく9番軍事、外8番中村和馬さん、後方短期2車が控えています。ペースアップ4番中井、金を聞いて4番中井がさあフルダッシュ、明治がけ番手戦どうか、9番軍事がさばいていく、8番中村和正交代、後方から1番吉田がアタック、直線コース最終周回、逃げる4番中井、番手9番軍事が奪ってまくり上げ1番の吉田。さあ番手から抜け出す9番軍事、後平外接近1番吉田、短期5番原田がまくっているぞ、3コーナーカーブ大まくり5番原田健太郎、飲み込んだか。さあ4コーナーから直線、5番の原田が最後捉えた、追って1番吉田、5番原田先頭5人、2着7番3番接戦。